皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。おねだりパワハラは不確実。1000億円の庁舎建て替えの見直しを行った兵庫県の斉藤知事が利権団体にはめられた疑惑、テレビ報道の裏側をご紹介します。今回の動画では嘘とやらせだらけのテレビ番組や報道の実態を、やらせ番組作りに加担をさせられた上に迷惑をかけられた当チャンネル作者本人がテレビ番組の制作の実態を暴露します。やらせが混入するニュース番組、結論を最初に申し上げると、ニュース番組であってもやらせをやっている場合があり、すべてが真実とは限りません。改編したり一部を切り取った偏重報道で斉藤知事のように悪者に仕立てられたら嫌なので、詳細はぼかしますが、ニュース番組で旅行系の密着取材を受け、その取材ですごく嫌な目に遭いました。やらせの内容を簡単に説明すると、旅行の密着取材なのにテレビ局の都合で、微妙すぎるハイキングと行きたくもないしょぼいドロドロの汚い滝に予定が変更をされて、あたかもそれが私の予定だったのように嘘の報道がされました。そのせいで本来の目的地の博物館の時間が大幅に減り、ハイキングで疲れて取材に邪魔をされて旅行が台無しになりました。本来は博物館と博物館の名物料理だけの予定でしたが、テレビ番組を映えさせるためにハイキングと滝の見物が名物となり、歴史文化を知る旅から微妙すぎるハイキングと全然違うものに改変をされました。自然観察は完全に目的外から滝の観光が目的に改変され、完全にやらせ番組だと思いました。しかも同行者との会話の途中でディレクターのめぼしい発言があれば、その言葉をもう一度撮影用に言ってくださいだとか言われ、緊張した同行者が不自然なやらせ演技をさせられていました。全く予定にないハイキングと滝見物と不自然なやらせ演技で完全にドン引きをしてしまい、テレビ番組ってニュース番組であっても嘘まみれで信用できないと思いました。映像の滝は神戸の布引きの滝ですが、こんな滝なら見る価値はありますが、到底及ばない滝で、わざわざこんなに遠くに来て旅行がめちゃくちゃになった、ボロボロの大地で一体何をしているのかと思いました。撮影のためなら平気で嘘をつく、テレビに映してやっている、テレビ局は殿様商売で取材対象のことを消耗品としか思っていません。取材協力を有利に進めるためには、人を騙して自分の利を得るような人としてはついてはいけない嘘を平気で吐きます。当時の私はホームページ運営とブロガーをしており、旅行の目的はとある博物館の見学と博物館の名物料理と知人との旅行と、ブログ記事やホームページの素材写真の撮影でした。ダメ元でテレビでブログの書かれたホームページを紹介してもらえませんか、こんな感じのことを聞きました。当然断られると思っておりましたが、いいですよ、クレジットで表記をさせていただきますとディレクターは言いました。その言葉を信じて番組の放送日に合わせて紹介記事を作っておりました。しかし放送ではクレジット表記も何もなく、完全に嘘をつかれて裏切られました。良い記事を作ろうと思って途中で何度かメールを送っても返事は全く返ってこず、返事が来たのは放送後でした。返信ができなかったことへの言い訳の文言がありましたが、放送後にだけ返ってきたので意図的に無視をしたとしか思えず、
非常に腹が立ち、二度とテレビ取材は受けたくないし、金輪際一切受けません。無理なら無理と最初の時点で断ってほしかったし、途中で無理になったのなら、その時点で教えてくれれば予定を変更して、急いで紹介記事なんて作ることなんてありませんでした。他人の労力や予定なんて全く考えていないということです。平気で迷惑をかける。撮影のためなら平気で人を傷つけ、迷惑をかけることがあります。そのディレクターは、自分の目的のためなら平気で人の予定を変えさせ、利益を得るためなら平気で嘘をつく最低な人でした。ディレクターさんとの会話で、仕事で大変なことを聞いたら、他の取材でも取材対象から、あなたのせいで旅行が台無しになったと言われたと言っておりました。あなたのせいで旅行が台無しになった。そんな言葉は普通は面と向かって言うことなんてなく、そう言われるのはディレクターが相当最低最悪なことをしたと考えられます。自分の行動のせいで人に大きな迷惑をかけてクレームを受けたのに、私の時も同じようなことを繰り返し、大迷惑だと分かっているのに、何度もやることが終わっていると思いました。平気で嘘がつけて自己中でズーズーしくて人を傷つけても平気な、テイカー気質でないとテレビ番組は作れないと思いました。それを知ってしまい、高年収で花形の職業であっても、絶対にやりたくないと思いました。つまりは、取材対象は消耗品。自分良ければ全て良し。そんな感じなわけです。だから、斉藤知事のことのように、嘘を平気で放送し、公共の電波上で、大人のいじめ、公共リンチのようなことができるのだと思いました。銃社会で、重罪犯罪が多発するアメリカで、大谷翔平選手が自宅の場所を公開されましたが、人の命を危険にさらすようなことでも、金のために行うのは違うと思います。もしもやるのなら、自分のテレビ局の女子アナの家をさらせばいいと思いました。テレビは偏重報道。斉藤元知事は庁舎の建て替えの見直し、県立大学の無償化、高校の設備改善、天下りの見直し、港湾事業の透明化にも取り組んできて、県民にはメリットがありますが、利権団体からは恨まれていたと思います。テレビ局は利権団体やスポンサーと絡んでおり、言えないことがあったり、顔色を伺って番組を作らなければなりません。当チャンネルにも似たような部分があり、登録者数が5万人を超えて知名度もつき、いろいろとしがらみが出てきたので、一般放送では言えないことが増えてしまいました。その言いにくすぎる本音や裏事情などのディープな部分は、メンバーシップの限定動画や限定投稿でお話をしております。今回のことでも一般放送では言えないことが若干ありました。メンバーシップにつきましては、概要欄とコメント欄に掲載をしております。いろいろとしがらみがあり、団体や利権って怖いと思っております。私がテレビを持たない理由。テレビの取材を受けたり、いろいろな局に写真提供をしたり、その中でいろいろと知ってしまい、嘘だらけで信用ができず、人を騙したり傷つけた上で番組ができていると思うと、テレビを見たくなくなりました。見るだけでその出来事を思い出すのが嫌で、テレビ自体を捨ててしまいました。私の家にテレビがないのはそのせいで、うるさいし嘘だらけで見る価値がないと思ったので、捨ててしまったからでした。斉藤知事のことでテレビ報道に騙されてしまった理由は、滞在先でテレビに偶然触れてしまい、
知識が全くない上に何も考えていなかったからです。簡単に言えば箱物ばかりを作っていて、人口が流出しまくる兵庫県の政治に対してもうどうでもいいと思っていたからです。そして自分も過去に会社でセクハラとパワハラを受けていたので、同じようなことも政治家もやっていると思い込んでいたからです。テレビに昔騙されて嫌な思いをしたのに、このことを忘れかけてまた騙されました。反省をしております。もしテレビを見るのなら、天気予報や為替と株価以外は嘘ばかりと思うようにして、今後はこれまでのことを思い出して気をつけようと思います。歴史は何度も繰り返す。喉元すぎれば暑さ忘れるとはよく言ったもので、嫌な思いをしていたとしても記憶は風化し、その事件から何年も経っていたので、すっかりと忘れておりました。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。